どうですかこの5日間を振り返りまして、はい、最初からもエンジン良かったんで、はいはい、理想的だったと思いますずっと、ね、強気とい,いうか、まあ、<laughs> 普通に現状出てるなと思ってたんで、はい、もう資格なしと言いますかオール2連隊で、ね、はい安定しているエンジンだと思います、はい、全く問題ないということですが特にもう今回こういった成績になったのはどこがどう良かったからかっていうのはあります、はい エンジンが良かったから、ね。エンジン、最初からです。はい。そうですか。もう完璧ですか。そう思います。すごいですね。はい。さあ、力強い。えー、コメント聞けてますけれども、では、この後、優勝戦までは。どのように過ごされます?。スタートの練習行くんですけど。はい。ちょっと、今日風が。強いんで。はい。あのー。安定版つくかどうか、ちょっとわかんないんですけど。はい。まあ、その辺ついたら。 そういう調整とか、はい、でもちょっとスタートはかなり難しくなるんで、はい、今結構吹いてますよね7メーターぐらい吹いてるんであの,あのスタートはちょっと絶対とは言い切れないですそうですか、はい、まとはいえ昨日の準優ではね07のトップスタートまああれはもう風弱かったんで、はい 全然いけるんですけど、はい、今ぐらい吹くとちょっと。うん、もうあの予測できないんで、じゃあもう風見ながらの調整ということになりそうですかね。はい、もうそこだけですかね、新田選手にとっては。そうですね。はい。はい。では、まあ、ね、新春早々のレースですし、意気込みをお願いします。はい。なんとか優勝できるよう頑張ります。はい。五日間を理解でいかがでしょうか。はい。 良かったと思います。はい、一着が五回という成績ですね。はい。はい、特にどういったところを評価されていますか？そうですね、ターン周りがいいと思います。はい。あのー、スタートのところでねコメントがありましたけれども、どれぐらいでと思っていらっしゃいますか？そうですね。まあはい、いける分だけは行きたいなと思ってます。はい。スタート見えてますか？いや、見えてないです。はい。なんかね風も出てきて、ね、ということですから、はい、そのあたりは調整。 そうですね。まあ、どう板がどうなるかわかんないんで。はい。はい。昨日の順位も、もうね、完璧な逃げを。通しましたけれども。はい、足はいいと思ってるんで。この後は、えー、優勝戦まではどのように過ごされますか。そうです、でも、本当、板がどうなるかわからないんで、はい、それ次第ですね、調整は。はい。はい、じゃあ、もう、ほぼ、まあ、このままでということですかね。風だけをちょっと気にしながら。そうですね。はい、はい。では、新春のレースです。強い意気込みをお願いします。はい、優勝目指して頑張ります。 5日間振り返っていかがでしょうか、うん、ついてました昨日の順位もすごかったですね、はい、見せばありましたよね、はい、あそこはもういけるとそうですねまあ展開だけなんですけどまあいけてよかったですはい。ここまでは、えー、4勝ですが振り返っていかがですか上的だと思いますスタートはどうですか全く分からないです全く分からない、はい、となるとこの後ちょっと風がということが出てますけれどもそ,、ね、そのあたりはどうでしょうか まあ練習でしっかり掴みます。はい。さあ、えー、出足を求めてということでおっしゃってますけれどもそこも調整していきますか。そうですね。はい。さあではこの後ですが優勝戦まではどのように過ごされますか。まあ至っつくかどうかで調整。初優勝かかってますし。はい、はい。意気込みお願いします。頑張ります。振り返りまして5日間いかがでしょうか。そうですね。ちょっちゃくムラあるんですけど。はい。まあ、優勝取れてよかったです。はい、えー。初日は。 連勝でしたもんねそうですねはい、はい、その後は調整はされましたしましたはい出足寄りやったんで伸び弱かったんですけど、はい、うんあんま変わってないですねはいそうですか、はい、あのチルト角き昨日だけ0.5でいきましたはい今日はどうされますか今日は多分ゼロでいくと思いますそうですかあのこのこ後 少しまあ時間ありますけれどもどこをどういうふうに調整していこうと思っていらっしゃいます。あ、もう直線とタマーリのバランスとっていきます。はい。四、えー、号艇ですけれどもコースはどのように考えてますか。まあできれば四カドがいいです。四カから思い切り。そうですね。はい。風気になりますか。やはり。そうですね。スタートちょっと決まってないんで。はい。はい。もうちょっと弱なってほしいですね。ああ、そうですね。はい。さあそれでは初ブイかかってますね。はい。はい。意気込みお願いします。はい。優勝目指して頑張ります。 ずらりと揃う見え税の中ですが、はいいかがですか。もうわきまえてます。はい、<laughs> さあ5日間振り返っていかがでしょうか。あ、本当最初ちょっと調整外れてて、はい、あの思わしくなかったんですけど、はい、あの3日目あたりから、はい、あの調整だいぶ合ってきました。はい、そうですね、着が安定してきてますもんね。そうですね。はい、はい、あのではもう上り上手でということですよね。そうですね。あのバランス取れて伸びも回り足も。 中堅ちょっといいくらいにはあると思ってます。はい。はい、スタート感はどうですか。そうです。あの感はあってます。あってます。はい。見えてます。見見。どれぐらいで行こうと考えてますか。いやもうのきまえて15ぐらい全速できればいいと思ってます。はい。はいえー、この後ですが優勝戦まではどういったところをこう合わせていこうかなと思ってますか。もう何もしないです。何もされず。はい、風はやはり気になりますか。そうです。ね雪間ずっとこんな風なんで、まあ。 大丈夫だと思います引き込みをお願いしたいと思いますはい、えー、船毛に絡めるように頑張りますので応援よろしくお願いします5日間振り返ります。いかがでしょうかご自身ではまあ上出来じゃないですかねはいどういったところが良かったなというふうに感じてらっしゃいますかまあ乗れたことじゃないですか <laughs> はいでも昨日もね、えー、見せ場がたくさんありましてかなりね ね、争ってのこの準優ゲットですからね。準優からの優勝戦ゲットですからね。はい、はい。あのー、特にここいいなというところはどういったところでしょうか。はい、行き足からの伸びはいい方やと思います。出足伸びはいい。行き足。あい行き足がいいということですね。はい、スタート感はどうですか。まあ、ぼちぼちです。はい。この後はどのように過ごされますか。この後まあ。 風次第ですけど、はい、板がついたらまた調整しないといけないですし、まこのま,ままやったらこのまま行きます。スタートはどうですか見えてます大宅半導入。ぼ、えー、ちぼち。それでは意気込みをお願いします。えー、船券絡めるように頑張ります。